先頭13番サザンナイツ、リードを2馬身ぐらい取っています。 3,4 コーナー中間へ、2番手11番のブリングトゥーライフです。3番手が固まってきました。内からは3番のウィンシュクラン、これに接近するテラフォーミング4コーナーをカーブ、その後ろは5番のマイネルパリオート、4番スパイダーゴールド外に接近、その後1番のアーダレイ、8番のリアド、中段から少しずつ仕掛けようとしています。外回りの直線コース、先頭13番サザンナイツ、リードを1馬身キープ、ラチソイ先頭、内回りとの合流点を過ぎていきます。2番手ブチが飛んで追ってくる11番ブリングトゥーライフ、その後ろマイネルパリオート、外からは9番のテラフォーミング、4番スパイダーゴールド、その後ろに8番ディアドはまだ中段200を切って伸び足どうか、前はババの3分どころに出した4番のスパイダーゴールド、一気にかわして前へ出る、リードを2馬身3馬身、外から8番ディアド、2番手まで上がれるか、内サザンナイツ、先頭4番スパイダーゴールド、ゴールイン、2番手接戦、1番のダンテスビューが3番手ですが、外から16番ビアルークスと、そして14番トーヤリト生徒がぐーんと上がっていって 3,4 コーナー中間です。その後ジョッキー盛んに手が動いて、5番西野ラブーウィンク、大外からは10番雪のファローがぐーんと進出していきました。残り404コーナーカーブ、15番ハーモニーマゼラン先頭で直線コースに向きました。リード2馬身、2番手逃げ馬の外へ持ち出して、1番のダンテスビューが追っています。3番手は16番ディアルークス、4番との一戦は14番トーヤリト生徒、内からは9番アールバンで200を切って坂を登ってくる。先頭ハーモニーマゼランに並ぶ1番のダンテスビュー、2頭が競り合っている。3番手は16番のビアルークスが後続殺到、6番のインダストリア、ようやく追い込んでインダストリア差し切ってゴールイン。後ろを引きつけるような感じで9番のソウルトレインが先頭600切りました。早め並んでいった13番のゼフィーロ、それから10番のボーデン、前は3頭固まって、その後ろに12番のハートオブアシティ、4コーナーから直線内を狙って7番のヤマニンサルバム直線に向きました。先頭は今度は変わった13番のゼフィーロ先頭か、内から9番のソウルトレイン、坂を上がってきます。あとは7番のヤマニンサルバム、大外5番のセファーラジエル、外から追い込んできた、馬場の中から6番のレバンジルも来た、横に広がっていますが、7番のヤマニンサルバム先頭だ。2番手13番のゼフィーロ、外5番のセファーラジエル、ヤマニンサルバムゴールイン、7番のヤマニンサルバム鮮やか。1馬身外に6番のエピファニー、600を通過、内並ぶ2番のゴーゴー豊か、それから1馬身差4番のミトロジー、ガスの集団の後ろ、その7番のフラワリングナイト、4コーナーのカーブを迎えます。後方3番手が3番のシベリアンタイガー、残り400を通過、先頭1番のミズリーナ、4コーナーをカーブ直線へ、外から一気に6番のエピファニー、内の角馬を飲み込んで先頭に立った。そしてさらに外から4番のミトロジーが追ってくる、間は手2番のゴーゴー豊か、外は7番のフラワリングナイト、あと150、坂を駆け上がって6番のエピファニーが抜けた、2番手には4番のミトロジー、先頭6番エピファニーゴールイン、これは完勝。2番手が4番のミトロジー、その後内が2番のゴーゴー豊か、外から差を詰めたのは9番のヤマニンガラシア。 3,4 コーナー中間に向かいます。あとはエリカバレリア、外から12番モネータドールも差を詰めて各馬4コーナーへ向かいます。さらには外を回って10番ティズグロリアスなど、残り400m 今通過、第4コーナーをカーブ直線コースに向かってきます。2番のボンベール、外3番ブローザホーン並んでいる、あとは2馬身差、リニューが3番手かナミブ、最内をついて7番のホーオーユニコーン追い込んでくる、残り 200m を通過した。さあ先頭変わった、3番ブローザホーン、2番手2番ボンベール頑張っている、外から懸命に6番のエリカバレリアが追い込んできたが、ブローザホーンだ今ゴールイン、2番手は並びました。内2番ボンベール追い込んだ6番のエリカバレリア、その後ろ8番ピンハイ、後ろから3番手、前の集団との間隔はレース序盤より詰まっています。9番のベルトハイム1頭抜いて、後ろから2頭目、最後方4番のタガノパッション、4コーナーから直線コースへと向かいます。6番パーソナルハイ、外から3番のギャラントウォリア、インコースから1番のオースターワールド、空いた内から一気に先頭に変わるか、7番ソウルトレイン、その後外から8番ピンハイ、差を詰めに行く、内から1番ノースターワールドが先頭、外からじわじわっとピンハイが差を詰めてくる、内外やや馬体が離れての追い比べ、3番手7番ソウルトレインの外から4番タカノパッションが追い上げる、先頭ここで8番ピンハイに変わった、8番ピンハイ抜け出た、先頭8番ピンハイゴール、2着1番ノースターワールド、3着4番タカノパッション。マイネルクリソーラ、内側2番ミッキーブンブン、そう3番のルークスヘリオス、3頭の後ろ3馬身7番リュミエールノアル、第4コーナーのカーブに入っています。さあ先頭は8番のローシャムパーク、後続に4馬身のリード、4コーナーをカーブ直線へ、ババの真ん中に持ち出していきます。そしてその後はずらっと広がってサノラキ、さらにはサンソックトン、外からは縁起ダルマ、そして5番の
レッドランベルト、あと 150m。 さあ先頭は8番のローシャムパーク、これはセーフティーリード。2番手は5番のレッドランベルト、内が9番サンストプトン、3番手ローシャムパークゴールイン。これは圧勝でした。